せませ、どうも小町です。それでは本日のおつまみを紹介していきたいと思います。まず1品目はこちら、サーモンとアボカドのユッケ300円。材料はこちら、まずサーモンを一口サイズに切ります。アボカドも一口サイズに切ります。醤油、砂糖、コチュジャン、ニンニク、ごま油を混ぜます。辛さはお好みで、辛いのが好きな人はコチュジャン多めでいいし、辛いの苦手な人はコチュジャン少なめでいいです。そこにサーモンとアボカドを入れて混ぜます。混ぜたら一旦冷蔵庫で寝かせます。まあ、寝かせなくても大丈夫です。盛り付けしていきます。海苔と大葉の上にユッケを乗せて完成です。2品目はこちら、おつまみの新定番、わさマヨアスパラ120円。材料はこちら、まずアスパラの根元の皮を剥いで1センチくらい切り落とします。これをやるとね、硬い部分がなくなって美味しいです。で、4等分に切ります。で、600ワットで30秒チン。チンできたらマヨネーズ、醤油、わさびを入れて混ぜます。これ先にね、調味料だけ混ぜた方が混ぜやすいです。で、盛り付けたら完成。3品目はこちら、焦がし醤油香るおやきおにぎり、おにぎらず180円。材料はこちら、まず油を敷いたフライパンにご飯を押し付けます。このご飯はね、もう何のご飯でも大丈夫です。私はね、冷凍のものを使いました。炊きたてよりはむしろ若干固まってるぐらいの方がひっついてていいかもしれない。ハケでめんつゆを塗っていきます。片面だいたい大さじ1ずつぐらい、ひっくり返します。うまっ。反対の面もめんつゆを塗って醤油を垂らします。ネギと温泉卵をのせて完成。乾杯。はい、ということで、元居酒屋店員が作るおつまみ3品です。その働いていたお店のメニューではないんですけれども、食べます。うわー、どうしよう。ダブルから、おいしい。なんだこりゃ。そう、ユッケっぽい味がする。自分でユッケの味が作れるなんて思わなかった。しかもめっちゃ簡単、調味料が。おいしい。あんまりね、辛くなくて、なんだろう、めっちゃおいしい。でもさ、ニンニクさ、めっちゃ入れたじゃん。もう入れすぎじゃんって思ったよ私は。でも全然ちょうどいい。次の何もない日とかにぜひ食べてください。はい、そしてはこちらを、次は焼きにぎらずおにぎり。玉ペロもしちゃったよね。さあ、どんなお味でしょうか。おいしい。なんかこれも卵はもうやばい。めっちゃおいしい。めんつゆだけじゃなくてさ、醤油もちゃんと入れたから、焦がし醤油の香りとめんつゆの味がすごいいい感じだね。薄っぺらいからさ、味がないところがないというかさ、全部おいしい。これは大発見。はい、続きましてはこちらのアスパラマヨわさび。アスパラ大好きなんだよね私。
見つけてしまった感がやばい。めっちゃ美味しい。なんなん？味はマヨネーズと醤油とわさびだからすごい想像しやすいと思うんだけど、それとこのアスパラをあえて、美味しくないわけがない。うわー、これめっちゃ好きだな。本当に居酒屋にいる気分。このラインナップ最高でしょ。今日の夜ご飯は唐揚げをメインに飲みましょう、イエーってなった時のサイドに超ぴったり。お酒が飲めない人はこのナメユッケはご飯の上に乗せて、なんでその上に卵黄を乗せて食べたらめっちゃ美味しいと思う。幸せー。みんな居酒屋さんに行ってこれは絶対頼むっていうメニューありますか？あ、冷ややっこと枝豆、確かにそれもいいよね。大体どの居酒屋にもあるしね。私はね、絶対ではないけどあったら食べたいのがちゃんじゃときゅうり系のおつまみはね、なんか食べたくなっちゃう。あとだし巻き卵系とかお刺身もあったら食べたくなっちゃうな。メインだったらみんな何食べる？唐揚げ？わかる。私も唐揚げとあと手羽先とかチキン南蛮とかなんかそういうお肉系は食べたくなるよね。大衆居酒屋っていう括りのさ居酒屋さんは何がメインなんだろうね。ラダーこれ本当に美味しい。もうアスパラ好きさんぜひ。アボカド系のおつまみにも惹かれる。やっぱ女子だから。なんで女子だからアボカドが好きっていうイメージがあるんだろうね。別に男子でもアボカド好きな人は好きだし、女子でもアボカド嫌いな人は嫌いじゃん。なんだろう。マジお酒ってさ、マジで太る要素しかないよね。でもいいじゃん、幸せだもん。嫌なことを忘れるためにお酒を頼って飲みすぎるみたいなのはあんまり良くないと思うけど、でもいいじゃん、なんかちょっと飲んでもういいやって思えるんだったらさ、それなら私はいいと思うな。だって無理だもん、平常心でさ嫌なこと忘れるなんて無理じゃない。ちょっと待って、分かった。美味しい。口が幸せでとろけた。ごちそうさまでした。